だから日本ってすごく強い人がいっぱい多いんですね。中国みたいな。だからね、大体70人かなと思って、ちょっと80かな。だから人生、ライフプランニング、必要ですね。そう、私がね、20の時、まあ50年もあるじゃん。もう私もう58。そうかって思って、もうそんなに70って言ったらもっと12年だね。だからそうやってプランするんですね。そして80、強ければ80、もうすぐ強かったらもうちょっと生きるかもしれない、そんな感じですね。 OK で P だから、できるだけ若い時にこれが重要なんです。次、見えないものがね、実はね、必要なんですね。OK? 体はどういつかは壊れる。自動車もいつかは壊れる。コンピューターもいつかはダメになる。OK? 冷蔵庫も効かなくなる。OK? やっぱり人間もいつかは壊れる。OK! P! 内面、何が必要？そして何が必要かっていうとね、What do you think is important? ね、私ね、末期の人見てるの。末期の人見てて、何が必要かっていうことは、なんとか分かってきた。だからそれをシェアして、何が必要になりますか、人間。体以外に必要なもの。愛。Love。Yes。見えないものね。それから、何の Love ですか、友達。それから家族、それから神様、それから子供、兄弟、隣の人、ね、そういうのがコミュニティね。やっぱりね、ホスピスのやってるとね、分かったのは、一人ぼっちの人ってやっぱり大変だねと思って、そして寿命も短くて病気も多いんだね。なんとなくそうじゃない人もいるのよ。例外は結構人間はあるから、でも一般的にそう。 OK? だからラブが必要ですね。はい、そこに何が必要だと思いますか？感謝って見えないね。感謝の気持ちで生きてる人と、感謝の気持ちで文句の気持ちで生きてる文句の気持ちで生きてる人、感謝の気持ちで生きてる人、やっぱり違いますね。そう、末期の人、がんの人、感謝の気持ちで生きて最後までハッピー、文句の気持ちで生きてる人は大金持ちでもハッピーじゃない。嫁の悪口、旦那さんの悪口、子供の悪口、文句の悪口、そう、はい、love、thankfulness、他に？聞こえた。hope、love、hope、いいじゃない。hope、何に hope するの？ホープって何？希望。何に希望を託す？永遠の命。何に希望を託す？子供たちが大きくなる。社会が良くなる希望。何かの希望がないとね、人間は。あるとないのと非常に違いますね。OK? 他何がある？私がね、気がついたの、エデュケーションなの。エデュケーションってね、こんなに重要なんだねって思ったのは、教育。学ぶ心。そう。おばあちゃんに会いに行ったんですよ。おばあちゃん何してるのって、そう、マッチのおばあちゃんなんですよ。孫がね、字を教えてくれて、おお、いいね、
never learned how to read and write. そう、私はね、ずっと大学だから、読み書き覚えなかったんだ。で、孫がね、ABC を教えてもらって、おーって、あ、you happy? って言った。I'm happy. やっと G を全員やった。エデュケーションはね、もう最後まであるとね、人間ってね、ハッピーになるんですよ。エデュケーションがあると。うん、だから学ぶ心って最後まであったらいいですよ。うん、そうすると、なんとなく人間ってハッピーなんです。Love, thankful, hope, education。うん、他に何が Purpose. 目的。そうよ。ね、だんだん分かってきますか？こう、ポジティブなメンタルアティチュードが、サイコロジカルなのがあると、人間のライフが、コンディションが良くなる。ね、フィジカルはもちろん大事だけど、どうしてもね、体は持たないんですよ。だけど、こういうのがあると、OK。他に何？もうだいたいね、次の、トレーニングセッションで考えさせられるでしょ。1年2017年今年こそこういうのを目標にね、考える。 Love, Thank、 あ、日本語で愛ですね。愛、 Thank、 Thank you。 Hope は希望、おお、希望、Rainbowエデュケーション、ああ、ブック、うん、そうそう、学ぶ心、purpose、ゴール、OK、他に何がありますか？いっぱいあるんですよ、ファミリー、うん、ファミリー、これは目に見えないものですね、うん、ファミリー、ローマさん、あのね、ずーっとね、私、がんの末期の人を見てたんですけど、95歳。一度も結婚してないし、子供もいなかったし、ボーイフレンドは一人いたけど、ずーっと前に帰る。うん、で、95歳。だけど、その人にはね、ファミリーだった。うん。あ、ファミリーって、だって誰、結婚してないし、一人っ子だったし、誰もいなかったのに、どうしてファミリーだったの？ファミリーはね、教会の人たちがファミリーなんです。だからその人はずっとハッピーで生きてました。はい。ファミリー。あと何？だからファミリーはね、血がつながってなくてもファミリーで OK よ。クリスチャンファミリー。クリスチャンファミリー。そうそう。はい。他に何がありますか？うん。What do you think？ 他に重要な、人間に重要なことは何がある？信仰。信仰。それは最後のピース。それからお金は？お金必要だと思う？必要。もう必要だけどね。アメリカの統計で出てくるのはね、あんまりお金持ちだとハッピー度がね減るの。あんまり貧乏だとハッピー度が減るの。だからそのちょうどいいところがあるわけですね。で、多分日本にもあるはずですよね。あんまり貧乏だとお金がないとハッピーじゃない。あんまりお金持ちだとハッピーじゃない。で、その中間があるはずです。それで一人それぞれによって違うんですね。だからそのファイナンシャルスタビリティっていうマニーあるんですね。それは自分一人それぞれが決めなきゃいけない。OK。他に何がありますか？もう帰る？ごめんね。じゃあ、エライザさん。エライザさんね、17年前に会ったんです。はい、ありがとうございます。レベリー、レベリー君、小学校3年生。レベリーさん、ありがとうございました。そう、フレンドシップね、重要だね。そう、フレンドシップ、友達。そういうの、他に何かある？
love, thank, hope, education, purpose, family, financial, friendship、ね、そういうのをフォーカスして自分でリストアップして outside だけだって inside、ね、ディベロップしましょう。どうですか？いいですね。ダク次のしましょう。P、OK。そして最後の P はあの personal relationship with God、Jesus。それが本当に重要だっていうことがホスピスの患者さんを見て分かりました。長く生きても体が強くてもいつかは体は弱くなる。そしていろいろと友達もいっぱいいて、教育心もあっても永遠との関係、永遠との関係、死んだ後のことを考える、それから次どうなるのとか来世、そういうのが非常に重要だっていうことが分かりました。そして実はホスピスの患者さんでハッピーマッキーの人でハッピーにどうやってなってるのかっていう人が共通しているのが、ほとんどの場合共通しているのが永遠との関係が Relationship with Infinity、 無限との関係、神との関係、イエス様との関係がしっかりしている人がハッピーなんだなっていうことが分かってきました。さて2017年今年こそ、ね、準備の年ですね。1年年取ったわけですよね。日本の習慣では1月1日では昔は年を1年多くなかったんですよね。そう、 We hope we get wiser。 日本語で出してる。そうね、そういう風になって生きていきましょう。そういう感じでじゃあリビューしましょう。消す？ダメだね。はい、love。何だった？Thank you。Thank you。Love。Hope。Education。常に覚える。勉強する、うん、Purpose、 目的、人生の目的は何でしょうか。一人一人違いますけど、それを Determine して、Family、 Biological、 血の繋がっていない、いる Family がいなくても Family はできます。 Financial、 それから Friendship、 それからね、一つ面白いことがあって、クリーンに整理する。なんとなくね、ハッピーな人はね、なんとなくね、家に行って訪問医療やってるんですよね。そして冷蔵庫見るでしょ。それからね、廊下みたいにリビング見る。そうすると、ぐちゃぐちゃになってる家はね、なんとなくね、ハッピーじゃないの。やっぱりなんとなくね、整理してないなって思ったら、そこの人のストレスがあるのか時間がないのか、とにかく何の関係なのか知らない、とにかくオーガナイズするとなんとなくスッキリするみたいです。人間はスッキリします。クリーン、日本のカルチャーもそうですよね。うん、クリーンする。
日本の家は綺麗になってますね。こう線とか、そんな感じでもっとあるんですけど、この内面の方はいくらでもあるみたいです。でそこが非常に重要ですね。内面のところで人間は How they deal with、 どうやってこの体がどうしても崩れていくのを内面でアジャストしているみたいです。そして内面をしっかりしていると神様との関係、永遠との関係が良くなっていると OK になる。 OK! Good! いかがでしょうか。今ブレイクアップして少しお話ししてダイジェストしましょう。そしてその後クエスチョンにアンサーしましょう。 Q&A、 はい、じゃあ5分 OK、 どうぞお話ししてください。5分、10分。